東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの22回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まずはジャイアンツの先発今村が東京ドームのマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。真ん中打ちました。左中間に大きな打球、これはどうか。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打。ノーアウト。さあジャイアンツ先制のピンチです。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の今村、この状況にどう対応してくるか。打ちました。ショート取った。一塁送球します。アウト、ワンアウトです。いい形でアウトが取れましたね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。長嶋打席に入っています。変化球が大きく外れましたが空振りです。2球目打ちました。センターの前、あっという間にセンター前へ。プロ初打席で初ヒット。ランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには王入っています。こういう勝負強いバッターを乗せると厄介なんで、まずはピシャリと抑えておきたいですよね。さあなおもピンチが続きます。向こうの攻撃がいい流れになりつつあるんで、ここで断ち切りたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。高い打球レフトへ伸びていく。タッチアップ。サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0。序盤から試合が動いていきます。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。まあもう少し長打を警戒して組み立てをしてもよかったでしょうね。犠牲フライで先制点を取られています。打席には5番バッター佐藤。前回のゲームはマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ジャイアンツ初回から先制打ちました。坂本セカンドフォースアウト、3アウトになりました。しかしこの回タイガース犠牲フライで先に点を取りました。1対0、タイガース先制です。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。いかに点を取って先発投手を楽にしてあげられるかが一つのポイントになると思いますね。本当そうですよね。ピッチャーを楽にしてあげられるでしょうか。タイガースマウンドに上がるのは先発の藤川。さあジャイアンツ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは吉川。2試合当たりが出ていません。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。落ちる球見逃してストライクです。ノーボールツーストライクです。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。センターが取りました。バッターは2番に入っている丸。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは藤川、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。2球目打ちました。ライン際を破りました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー2塁となりました。さあそして打席には岡本が入ります。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。早いうちに追いついて勢いをつけたいですよね。左へ持っていった。これは大きい。逆転なるか。ポール際切れました。入っていれば逆転というところでした。しっかり捉えた。
間で2アウト。2アウトランナー2塁となりました。つなげなかったですね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから非常に期待がかかりますよね。はい、その外の球打った、セカンドの左抑えた、一塁アウトで3アウト。同点のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。1回終わりました、1対0、タイガースが1点をリードしています。2回表に入ります。タイガースの攻撃、6番バッター野次。さてジャイアンツの先発は今村、ここまで20試合に登板して8勝8敗という成績。前回の登板は8回3分の2を投げて自責点1、打線の援護がなく負けがついています。2球目打ちました、ファーストが取る、アウト、ワンアウト。バッターは7番に入っている梅野。今村、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド空振り、2球目打ちました、ヒットになった、ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスは8番木浪、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ヒットでランナーを1塁に置いています。1球目狙っていって当たりません、低めは外れました。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。打った、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー三塁一塁。さあ打席には先発の藤川が入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、取った、セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。1対0、1点リードはタイガースです。2回裏に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃、打順は5番ウィーラー。前回のゲームでマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね。そうですね、さあここも期待がかかります。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは6番亀井、前回のゲームではマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。さあこの調子を維持していけるか。藤川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いい当たり、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打。はバッターボックスの中島、今シーズン得点圏での打率は2割5分となっています。数字的にはやや物足りない気もしますが、まあ一発が持ち味。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、バックホームする、レフト前ヒット。さあ逆転のランナーも出塁します。ちゃんとつながったんでここが大事ですね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、非常に期待がかかりますね。その期待に応えて空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。三振を取りたい場面でまんまと三振を取られてしまいましたよね。はい、まず変化球決まってワンストライク。今のは危ないボールでしたよね。ストライク、空振り三振、前にボールを飛ばせません、あと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう、同点のチャンスだったんですが連続三振に終わりました。ジャイアンツ2者残塁です。ため息、里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますがいかがでしょうか。まあただベンチとしては打ちました、吉川アウト、ワンアウトです。バッターボックスには2番原、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インコース空振り、インドを見送っています。インサイド落ちました、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、
ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには長嶋入っています。さあ、追加点は許したくないところ。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうです。初球打ち、三塁へ送球する。これでマルチヒット、ランナー三塁一塁となりました。バッターは4番王。ジャイアンツ連続安打でランナーを背負っています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあ、ここ打ちました。センターに強い打球。このサードランナータッチアップ、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。2対0になりました。ジャイアンツこれで2点ビハインドとなりました。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を許しています。もう少し厳しいコースに投げ込みたかったですよね。この犠牲フライで追加点を奪われています。真ん中打ちました。これはどうか、センターに抜ける。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあ、そして打席には野路入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですが、打ちました。セカンド取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジ。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番丸。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが振れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。藤川、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ、バッターは岡本。この打席でホームラン。初球打ち、ライトへ打球伸びる。しかしこれは追いつくか。佐藤が掴んでスリーアウトです。反撃。バッターは7番梅野。ここはさっき打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかに注目したいですよね。さあ、ここは同じ鉄は踏みたくないところ。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。バッターボックスは8番木浪。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。まあ、タイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。初球打ち、弾き返した打球はライトへ。ライト掴んでツーアウト。ピッチャーに打順が回って先発の藤川がバッターボックスに入ります。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうです。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは坂本。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。ジャイアンツビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ、赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね。まあ、この辺りから詰めていかないとだんだん後がなくなってきます。打ちました。痛烈な打球、下がっていく、下がっていく、ぐんぐんだ、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。ジャイアンツ頼りになる男がやってくれました。これで1点差まで詰め寄りました。ちょっとすっぽ抜けた感じです。今のは危ないボールでしたよね。真ん中に決めてきました。ワンボールツーストライクです。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。打席には7番バッター中島。先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。打ちました。痛烈、これはどう、破りました。センター前、これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。
今のバッティングご覧いただきましょう。まあ甘い球は見逃さないですよね。8番バッター炭谷、先ほどの打席最後は空振りさ、ライト方向を流しました。これはどうか、原一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていきます。4回終了2対1、ジャイアンツが1点差まで追い上げました。里崎さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。まあそうですね、当然この後の継投のことを考えて。初球打ち、これはどうだ、吉川アウト、スタンドのファンも沸いています。素晴らしいプレーが飛び出しました。走り込みながら見事にキャッチ、ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、初球打ち、打球はライトへ、ここは打ち上げています。ライトが取りました。ツーアウトです。打席には3番バッター長嶋、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。ツーアウトになっています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが今村、打ちました、ショートの横抜けた。これで3打数3安打の猛打賞、ツーアウトランナー1塁。ご覧いただいています、これはピッチャー不用意でした。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。打席には4番バッター王、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ここはフライになっています。亀井が抑えて3アウトチェンジです。赤星さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略してほしいと言いますか、各バッターもう少し狙い球を絞るなり工夫してもらいたいですよね。はい、そのあたりバッター振っていきましたが三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って吉川、先ほどの打席はファールフライに倒れています。藤川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打った、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。吉川、これが自身本日の初、うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。ああそうですね。バッターの丸、今シーズンの得点圏打率は2割2分9厘となっています。まあもっと打っていかないと厳しいですよね。まあここは気負いすぎず、右中間へ、この打球は落ちるか、どうだ、ライトフライ掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには岡本が入っています。いい打順なんでここで一気に行きたいですよね。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあジャイアンツとしては早いうちに追いついておきたいですよね。なるほど、そうですよね。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。残念ながらあと1本が出ませんでした。最後は三振、大きなチャンスだったんですが同点には持ち込めませんでした。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、先制のピンチ、迎えるは4番王、ここで犠牲フライ、ジャイアンツ先に点を許します。裏の攻撃、このチャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。同点とはなりません。2回の裏、チャンスの場面、最後はこのボールで三振を奪われました。同点のチャンスを逃します。3回の表、ワンアウト一塁三塁で4番王、きっちり犠牲フライ、ジャイアンツ1点を追加されます。4回の裏、ワンアウトランナーなしから5番ウィーラー、初球から狙っていました。ジャイアンツ1点を返します。5回の裏、得点圏にランナーを置いて最後はこのボールで三振を奪われました。同点とはなりません。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、
バッターボックスには5番佐藤。先ほど初球打ち、この打球はフライになっています。レフトが取りました。バッターは6番野次。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。今村、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。これはどうか、セカンドが取る。アウト、ツーアウト。打順は7番梅野。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。空振り、ライト方向を流しました。これはどうだ、一二塁間を破る。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。ここはうまく流されてしまいました。まあこれはね、いいバッティングされましたよね。バッターボックスは8番木浪。先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。ここはうまく流されてしまいました。振ってしまいました。外へのスライダー、ここは見極めています。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。低め打った、セカンドの右、取った、一塁アウト。これでスリーアウト、ランナー出ましたが、タイガース得点はありませんでした。2対1、タイガースが1点をリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。坂本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ジャイアンツ1点打った、センターに大きな打球、追いかけますが頭を越えました。1塁決定、2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。これで5試合連続、うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあ甘い球は見逃さないですよね。さあジャイアンツ、チャンスの場面を迎えています。まあここはホームランで一気に逆転の可能性もありますからね。なるほど、そうですね。さあどのようなスタンドに入ります。バッターボックスのウィーラー、今シーズン得点圏での打率は2割。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ランナーは変わらず二塁です。ワンアウトにはなりましたが、それでも同点のチャンスは続きます。さあそして打席には亀井が入ります。彼も頼りになるバッターですから、やってくれると思いますよ。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあジャイアンツとしてはここで追いつ、ストレート打っていった、これは大きな打球、入った、ホームラン。亀井今シーズン大、鮮やかなホームランを見せてくれました。1点リード、試合をひっくり返します。初球空振りです。次が2球目、危ない球です。体に近いところ、いいところへ決まります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、ファールボール。今の球は仕留めたかったですよね。そうです。真ん中打ちました、これはどうか、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックス炭谷、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。いや今のはピッチャーはヒヤッとしたでしょうね。直球ストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。大きく枠を外してきます。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点でリードしました。6回終了3対2、ジャイアンツ逆転に成功しました。里崎さん、ここまで熱闘力投が続いているんですが、ベンチもリリーフは考えているんでしょうか。まあそうですね。初球打ち、これはどうだ、センターに抜けました。これで4試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。ご覧いただいています、これはピッチャー不用意でした。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。
いきなり牽制、一塁はセーフ。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。低め見送っています。ちょっと高かったですね。危なかった。見逃し三振、アウト。いい送球。初球狙って空振りです。ノーボールツーストライク。振っていきましたが三振。この回ピッチャーからの打順でしたが、ジャイアンツ代打が告げられ初球見送っています。スピードボールを持っています。これはデッドボールということになります。打順は1番に帰ります。バッター吉川、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここもバントしました。打ち上げてしまいました。取りました。送りバントは失敗です。打席には2番バッター丸、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。インコース決めてきた。外れていきます。ちょっとヒヤッとしましたよね。危なかったですよ。今外れてフォアボール。得点。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ふわふわっと上がった。インフィールドフライになりました。取りました。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから期待していいと思いますね。このチャンスにセンターへ。ここはフライになっています。掴んで3アウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。これから8回。さあマウンドに上がったのはデラロサ。さあ里崎さん、もちろんこの人を挙げてきました。まあ当然でしょうね。ここは必勝リレーという形ですからね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。キレのあるいいボールでしたね。はい、アウトロー変化球空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。バットに当たりません。三振。ワンアウトです。5番バッター佐藤、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。低めのボール入りました。155キロ打ちました。サード取った。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。打席には6番バッター野次、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。この打球はこれは大きい。ファールグラウンドへ打ち上げていますが、わずかに切れてファールボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうです。変化球で空振りを取ります。これが初球。外のボール打っていった。落ちた。ヒットになる。左中間へのヒット。これで3安打猛打賞。ここは初球を狙われた形になりました。さあジャイアンツピンチを迎えています。一発出れば逆転ですから、ここは慎重に低め低めですよね。そうですよ。変化球打った。サードの右掴んだ。一塁アウトで3アウト。同点のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。3対2、ジャイアンツが1点差を守っています。打ちました。ショートが取る。アウト。ワンアウトです。打順は6番亀井、先ほどの打席で逆転となるツーランホームランを放っています。いや最高の結果を出しましたよね。見事でしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。今のは危ないボールでしたよね。ワンボールツーストライクです。打ちました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターボックスには7番中島。
先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。痛烈、これはどうか、ヒットになった。これで3安打猛打賞、2アウトランナー1塁。ここはうまく打ち返していきました。まあそうですよね、完全に。さあここで打席には1番バッター炭谷、今日はまだ当たりがありません。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですね。3球目打ちました。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。8回終わって3対2。さあ最終、里崎さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。まあもう本当に一球一球かなり集中しない。初球打ち、レフトへ打球伸びる、レフト掴んでワンアウト。打順はトップに帰って新庄、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。初球打ち、打球は左中間へ、飛距離はありますが守備範囲内か。亀井が掴んで2アウト。2番バッター原、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そう、ライト方向を流しました。これはどうだ、一二塁間を破る。これで4試合連続のマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。ここはうまく流されてしまいました。まあこれはね、いいバッティングされましたよね。いい当たり、これは大きいぞ、入れば逆転。最後は外野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了。見事1点差を守りきりました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。なんとか継投で逃げ切ることができました。まさに監督ベンチの采配がズバリハマったのではないでしょうか。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。